ポケモンとトレーナーは本来協力し合い友好関係を築くのが一般的な解釈だが、その中には改造されて戦闘マシンにされてしまうポケモンが存在する。今回はそのダークポケモンたちの生態に迫っていきます。オンジャス、どうも。漆黒に誘ないし深き深淵から参ったもの、邪悪なる打点サオです。泣きも春休みに湧くコメントみたいなね、簡潔な誹謗中傷。というわけで今回は闇落ちしたポケモンを紹介していきます。で、闇落ちしたポケモンなので、まあなんかミュウツーも改造されてんじゃねえかって絶対コメントに来ると思うんだけど、闇落ちしたポケモンだから。あ、でもミュウツーいるわ、ごめん。ダークミュウツー。ダークミュウツーはポッケンシリーズに登場する異質な姿をしたミュウツーです。こちらのミュウツーは普通のミュウツーとは違い、体が黒で尻尾の先端が金色または黄色に輝いています。そして左胸から肩にかけて結晶体が生えているように突き出ています。最初に出たのがアーケード版なんですが、シングルプレイをしているとエクストラバトルと表示され、先ほど感じた共鳴、あなたたちですよねというセリフを発しながら謎の少女が登場し、メガ進化したダークミュウツーと異空間で戦うことになります。そしてこの関係は Wii U 版で明らかになっています。ダークミュウツーの技は強化されていて、破壊光線やサイコカッタ、気合玉などが通常のポケモンのパワーよりも強く、またはまがまがしいエフェクトが設定されています。ポッケンの舞台であるフェルム地方には共鳴エネルギーというものがあって、この共鳴エネルギーがメガ進化とか Z 技のようなものを発動する際に必要になるのですが、この共鳴エネルギーを吸収し続ける黒共鳴石というものとミュウツーが融合を果たした姿で、その融合を果たしたことによって先ほどの技たちがまがまがしくなっています。ただこの共鳴石の力にはデメリットがあって、攻撃力が格段に上がるんですが、その引き換えに体力が減っていき、さらにもともと体力も非常に低いというバーサーカーのようなミュウツーになってます。ポッケントーナメントではこのダークミュウツーの共鳴石の支配から解放するというストーリーになっているので、そこも面白いのでぜひやってみてください。まあ先ほどのようにパワーが暴走しているのでミュウツーは非常に苦しい状態になってます。公式ミュウツーいじめるの好きだよね。そうだね、名探偵ピカチュウでもなんかミュウツーいじめられてたし、多分ゲーフリミュウツー嫌いなんじゃないかな。ダークポケモン。ダークポケモンはポケモンコロシアムやポケモン XD に登場するポケモンで、悪の組織シャドウの力で心を閉ざしてしまって戦闘マシンと化してしまったポケモンたちのことです。ポケモンたちのことっていうので何体も存在しています。まあ、ポケコロとかポケモン XD やったことある人はわかると思うんですけど、ダークポケモンはダークオーラをまとっていて一般人には視認することができません。なんかスカウターみたいなね、ようわかんねん、なんか変な名前ついたやつと、ポケモンコロシアムでは主人公の相棒である女の子がそのダークオーラを視認することができます。ダークポケモンは戦闘マシンになるために開発されているので、ダークポケモンだけが繰り出すことのできるダーク技と呼ばれる中学生歓喜の技を覚えています。で、このダーク技ポケモンコロシアムでは種類が少ないんですが、 XD ではいろいろなダーク技が登場しているので、そちらを紹介していくとともに、このダーク技は全てのポケモンに対して効果抜群になります。そもそも2倍のダメージが出ます。ダークアタック、こちらは通常の攻撃、ダーク基本技みたいな感じなので相手一体にダメージを与えます。そしてダークラッシュ、まあ、こちらもダーク基本技強化版みたいな感じです。そしてダークウェーブ、2体同時に攻撃できるダーク基本技。そしてダークレイブ、まあ、ダーク基本技特殊版ですね。ダークウェーブを強化した相手2体に攻撃できる強力な技です。続いてダークハーフです。全てのポケモンの HP を半分にするというダーク怒りの前歯です。そしてダークミスト、暗黒の霧を出して強力なダメージを与えるわけではなく回避率を2段階下げます。
ダーク技は非常に強いんですが、デメリットがあります。まずハイパー状態になってしまうこと。 XD ではリバース状態になってます。で、ハイパー状態とリバース状態はダークラッシュまたはダーク技以外の命令を聞かなくなるというものです。バトル中に発動します、ランダムで。で、ハイパー状態なんですが、これがコロシアムのハイパー状態の強いところで、ダークラッシュ、ダーク基本技が高確率で急所に当たるようになります。なのでエンテイとかはね、めちゃめちゃ強いんですよ。そして、相手のトレーナーまたは主人公に直接攻撃します。まあ、これは別にデメリットはないんですが、ターンが一旦消費されちゃう。あとは訳も分からず自分を攻撃してしまったり、あと道具を勝手に使ったりします。あとモンスターボールに勝手に戻ったりします。やりたい放題ですねモンスターボールにはちゃんと戻ってくれるの面白いけど。で、リバース状態 XD の方は毎ターンダメージを受けるっていうスリップ効果が乗ります。そして、まあ、回復方法なんですが、いろいろあるんですが、バトル中に呼びかけることによってハイパー状態またはリバース状態が溶けて、リライブに必要なゲージがちょっと下がります。で、リライブっていうのは心を通わせることによって通常のポケモンに戻すことができて、なので作中では、リバース状態またはハイパー状態にして呼びかけるみたいなことが重要になってきます。ダークルギア、体の色や形状が通常のルギアとは異なり、変わり果てた姿になってしまったダークルギアです。究極のダークポケモンとしてエクストラダークポケモンに分類されています。なんか SCP 解説みたいになってきたな。そしてこのポケモンはエクストラダークポケモンとして XD001 最初のポケモンとしてコードネームが付けられています。いや、まあ、これも SCP みたいになってんな。で、そもそもこのポケモンコロシアム XD とエクストラダークポケモンの頭文字、そしてエクストラディメンション、新しい次元のポケモンというところをかけまして XD というタイトルになってます。このダークルギアはリライブ不可能なポケモンですと思いきや、あっさりリライブできます。これ限定でね、ポケモンカードとかダークルギアのポケカとかがね作られてて、なんかでっかいダークルギアのポケカ持ってた人いない？俺持ってるんだよね。シャドウポケモン、これはゴーロケット団が操るポケモン GO に登場するダークポケモンのような存在、シャドウポケモンです。特徴として目が充血したかのように真っ赤に染まっています。そして紫のオーラは僕ら一般人でも確認することができます。このシャドウポケモンはどのように作られたかっていうと、ゴーロケット団によれば特殊な訓練を施すことにより通常よりもはるかに強力な戦闘力を持たせることに成功したらしいです。これ特殊な特訓だけでこんなマガマガしくなるんですねポケモンってすごいな。このポケモンの出どころ自体はポケストップから強奪した卵になるので、もともとは一般のポケモンだったってことがわかります。そしてシャドウポケモンに一定量の星の砂とポケモンの飴を与えると、ライトポケモンという状態にリトレーンすることができます。まあ、ただ原点として先ほどのダークポケモンがあって、今シャドウポケモンとして復活してて、これでリメイクなんじゃないかとかも言われてました。まあ、ポケコロリメイクしたらマジ熱いけどね。闇のディアルガ、ディアルガは本来慈悲深く非常に寛大な性格をしている、まあ、イケオジみたいなそんな感じの性格をしているんですが、闇のディアルガは未来の時間軸での星の停止の影響で闇に落ちたルギアになります。いや、ディアルガだわ、ディアルガになります。通常のディアルガと比べると皮膚の青色がかなり黒に近くて、体の模様がオレンジ色に変わっています。この闇のディアルガは今まで紹介したポケモンの中でも非常に深刻な状態になっていて、自我や理性が一切ありません。そして本能だけが残されています。で、この本能がちょっとかっこいいね。この本能は時間を守護するというものになります。なのでこの本能が邪悪に働くと、ディアルガが守っている次元の塔に近づくポケモンを見境なく裁きを下す存在になります。邪悪な審判が下りますね。なので主人公とパートナーに対しても次元の塔を破壊したという勝手な思い込みで襲いかかります。そしてまあなんやかんやあって、このディアルが復活することできるんですが、この辺に関してはちょっとネタバレひどいんでやめとこうかな。いつも別にそんな気にしないけど、なんかなんだろうな、タイム時間軸系の話って結構致命的なネタバレになるんで伏せるかな。ぜひやってみてください。
はい、というわけでございました。今回はスピンオフに登場する闇落ちしたポケモンたちを、紹介しました。でもそろそろね、あの総選挙最下位のポケモンたちも闇に落ちそうですけどね。そこら辺ちょっと期待かな。あいつらがダークポケモンになってみんなのセーブデータを破壊します。それではご視聴ありがとうございました。以前の動画はこの後のエンディングの左側から飛べます。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。